はずんだもん、ずんだ餅の妖精なのだ。今日も仕事を頑張ったのだ。明日も仕事だから早く寝るのだ。ここはどこなのだ。確か部屋で寝ていたはずなのだ。起きたら知らない場所にいるのだ。あ、人を見つけたのだ。聞いてみるのだ。ここは一体どこなのだ。貴様は誰だ。どこから入ってきた。僕はずんだもんなのだ。気づいたらここにいたのだ。ほほう、奇妙なことを言うやつだな。それになんだその格好と言葉は。なんだと言われてもずんだもんなのだ。今は何年なのだ。1944年、昭和19年だ。え、今なんて。だから1944年の日本だ。この場所は陸軍中野学校二俣分校。あわ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 、一体どうなっているのだ。1944年って過去じゃないか。タイムスリップしてしまったのか。貴様、帰る場所はあるのか。家はどこなんだ。帰る場所はないのだ。行く場所もないのだ。なるほどな。なら貴様、陸軍中野学校二俣分校に入隊しないか。そこでは何をするのだ。この場所では変わった人材を求めていてな。貴様のような人材が欲しい。衣食住がつくぞ。行く場所がないのだろ。どうだ。衣食住がつくのか。それはいいのだ。わかったのだ。入隊するのだ。よし、ならばついてこい。過去にタイムスリップしてしまったずんだもん。1944年の戦争真っ只中の日本軍に入隊することに、陸軍中野学校二俣分校は、ゲリラ戦闘員の短期育成を目的とした大日本帝国軍の教育機関、とある人物との出会いが、ずんだもんのこれからに多大な影響を与えていくことになる。小野田はいるか。は、なんでしょうか。小野田、今日からこいつを指導してやれ。名前は？ずんだもんなのだ。よろしくなのだ。なんだ貴様のその言葉遣いは。まずはそこからだな。その人物とは、この男、小野田博夫。この時若干22歳。今回は、小野田博夫という男の生涯を追っていく。小野田は1922年、和歌山県海藻郡亀川村に生まれる。兄弟全員がエリートの軍人という家だった。しかし小野田は少し変わった経歴を持っていた。中学を卒業後は、貿易会社に勤め武漢に住む。貿易会社に勤めていたこともあって、中国語と英語が堪能だった。20歳の時に軍に入る。基礎的な訓練が終わると、小野田は幹部制に志願し、見事に合格する。語学が堪能だということが変われ、ここ、陸軍中野学校二俣分校に入校。陸軍中野学校二俣分校は、ゲリラ戦闘員だからなのか、変わった教えを教えていた。世の中は、敵に捕まるぐらいなら立派な最後を迎えろ。見苦しい最後ならその前に立派に迎えろ。という教えが普通の中、陸軍中野学校二俣分校では、たとえ国賊の汚名を着ても、どんな生き恥を晒してでも生き延びよ。できる限り生きて任務を遂行するのが中野魂である。という教えだった。1944年12月、小野田とずんだもんらが、フィリピンへと派遣されることになった。ずんだもん、我々はフィリピンへ行くことになった。フィリピン、何しに行くのだ。残地長者、および遊撃式の任務を与えられた。喜べ、やっとお国のために働くことができるぞ。わかったのだ。小野田についていくのだ。何度言えばわかるんだずんだもん。小野田少尉と呼べと何度言えばわかる。わかったのだ小野田。これからは気をつけるのだ。彼らはフィリピンへと向かった。師団長である横山静雄陸軍中将からは、玉砕は一切まかりならぬ。3年でも5年でも頑張れ。必ず迎えに行く。それまで兵隊が一人でも残っている間は、ヤシの実をかじってでもその兵隊を使って頑張ってくれ。いいか、重ねて言うが、玉砕は絶対に許さん。わかったな。そう教えられ、その教えを胸に刻んだ。小野田、小野田、僕たちはこれから何をするんだ？この地の情報収集が一番だな。わかったのだ、頑張るのだ。しかし、彼らに待っていたのは、大人数のアメリカ軍との戦闘だった。彼らに一切の勝ち目がなかった。大変なのだ、大変なのだ、小野田。とにかくここから逃げるぞ。ずんだもんついてこい。待つのだ小野田、置いていくななのだ。圧倒的な軍事力の前にあっという間に制圧される。小野田、赤津、島田、小塚、ずんだもんだけだった。200人も守備隊がたった5人にまで減ってしまった。それほど圧倒的だったのだ。彼らはルバング島に逃げ込み隠れた。僕たち5人しか残らなかったのだ。もうダメなのだ。バカ野郎、横山静雄陸軍中将の言葉を忘れたのか。言われたのは、
わかってるのだ。でもこんな状況で何もできないのだ。必ず日本が戦争に勝つ。そして俺たちを必ず迎えに来てくれる。それまで、できること、生きることは全てやるんだ。わかったか？絶対に諦めるなよ。わかったのだ。わかりました、小野田総理。そしてここから彼らの長い戦いが始まる。彼らは見つからないように隠れながら生活し、反撃の時を待ち続けた。1945年8月15日、日本は戦争に負けた。しかし、そのことは彼らは一切知る由もなかった。彼らは、彼らだけの戦いがこの時から始まった。情報活動に、ゲリラ攻撃、アメリカ軍に奇襲。できることは何でもしていた。小野田総理、南悪を見つけ、奪ってきました。よくやったぞ、これでしばらくは戦えそうだ。腹が減ったのだ、小野田、何か食べ物ないのか？今は何もない、我慢しろ。いつまで我慢すればいいのだ。一番初めに我慢の限界に来たのが、一緒に生き残った赤津雄一だった。終戦から5年後に赤津は投降した。赤津が投降したことで、小野田たちが生きていることが、知られるようになった。この頃から捜索隊が派遣されていくようになる。赤津が投降したことで、俺たちの場所が明確にバレたかもしれん。もっと詳細な情報収集が大事になってくる。どうするのだ？民家に入り、物を集めてラジオを作ろう。ラジオ作れるのか？ああ、だが、材料が必要だ。天才かよ、わかったのだ。小野田たちは、民家から奪ったラジオに自作のアンテナをつけ、情報を収集していた。1964年に東京オリンピックが開催されたこと、東海道新幹線が開通したことも知っていた。日本が豊かになってるのだ、なぜなのだ。いや、これすら嘘の情報かもしれない。全てを信じるな、疑え。確かにそうなのだ、わかったのだ、気をつけるのだ。自分の目で確かめたわけじゃないんだ。小野田は、その日本はアメリカの傀儡政権で満州に亡命政権があると考えていたという。長い戦いのため、武器がなくなれば奪いにかかる。そして活動のためにと何人もの人を殺害したという。その中には正当化できないような殺害もあったという。しかし、彼らにとっては生きるために、仕方なかったのかもしれない。時にはフィリピン警察隊と交戦することもあり、その時に戦友である島田総一が亡くなった。残されたのは小野田、小塚、ずんだもんだった。また、人がいなくなったのだ。もう嫌なのだ。次はきっと僕なのだ。男が泣くんじゃない、弱気になるな、ずんだもん。そんなこと言われても無理なのだ。とにかく泣くな、水分と塩分がもったいない。元の時代に戻りたいのだ。この時ですでに終戦から20年が経とうとしていた。日本からの偵察隊が何度もルバング島に行ったが、一切見つけることができなかった。日本軍が来ていることを小野田たちは知っていたが、自分たちを見つけるためのアメリカからの差し金だと本気で思っていた。だから姿を現さなかった。小野田、あれは日本からの友軍じゃないのか？そんなわけがないだろう。俺たちをおびき寄せる作戦なんだ。そうなのか。出て行ったらどうなるのだ？捕まってきっと拷問され、最後にはやられる。いえ、それは嫌なのだ。怖いのだ。そんな生活を長らく続けていた小野田たちだが、ついに局面が変わる。小野田、小塚がやられたのだ。クソクソクソ、ずんだもんとにかく逃げるんだ。待つのだ小野田、なんだかうまく走れないのだ。バカ野郎、とにかく走れ。まずいのだ。ずんだもん。ここは？あれ？さっきまでルバング島にいたはずなのだ。どこだここは？ずんだもん、ずんだもんなのか？誰なのだ？貴様は何も変わっとらんな。もしかしてその声は小野田なのか？ああ、そうだよ小野田だ。ずんだもん生きておったのか。小野田、ここはどこなのだ？それに小野田がすごいジジイなのだ。な、小野田何をするのだ？生きていたのか。俺は嬉しいぞ。小野田、男は泣かないのだ。泣いちゃダメなのだ。なんて減らず口を叩きやがる。俺は緩急なんかしてるわけじゃない。水分がもったいないのだ。小野田がいるってことはここはフィリピンなのか？ここは日本だよずんだもん。お前はずっと何をしてんだ？さっきまで小野田とフィリピン警察隊と戦っていたのだ。何をそんな昔のことを。それよりずんだもんは今は何をしてるんだ？何もしてないのだ。困ってるのだ。困ってるなら、俺の仕事を手伝わないか？衣食住つけてやるぞ。衣食住つくのは最高なのだ。小野田少尉についていくのだ。そんな時だけ少尉とか呼ぶなよ。
それにもう少尉じゃない。再びタイムスリップしたずんだもん。未来の日本で小野田少尉と再会した。タイムスリップした時の小野田はというと、1972年に警察隊と戦い、最後の戦友小塚を失った。一人になった小野田は憔悴していった。1974年、小野田は一人の青年と出会う。名前は鈴木のりおという日本人のフリーター。彼と出会った小野田は初めて歴史を聞くことになった。日本は戦争に負け、今や経済大国になっていること。小野田という人間が、日本では有名になっていること。そして一緒に日本に帰ってほしいと。小野田さん、日本に帰りましょうよ。ここにいたってしょうがないですよ。話してくれたことが全て本当だとしても、俺は帰ることができん。え、なんでですか？命令が解除されたわけじゃないからだ。じゃあ命令が解除されたら、一緒に日本に帰ってくれますか？俺の上官だった谷口少佐の命令で解除されたら、必ず一緒に帰ると約束しよう。わかりました。今回は諦めます。説得のために、生きているんだという証拠に写真撮ってもいいすか？貴様何をしている？魂が抜かれる。さすがは最後の軍人っすね。大丈夫っすよ。抜かれないです。じっとしててください。はい、チーズ。小野田さん、必ず谷口少佐を連れて再び来ます。ああ、わかった。少し時が経って、本当に小野田の目の前に、谷口義美少佐が現れた。小野田は任務解除を命令され、日本に帰ることになった。小野田の29年間の戦争に、終止符が打たれた瞬間だった。日本に戻った小野田に待ち受けていたのは、称賛と批判、そして慣れない文明と取材だった。毎日毎日、家に来る取材。30年もジャングルにいた男にとっては、ストレスでしかないだろう。小野田の姿や所作、言動すべてが、当時の新しい日本価値観と、あまりにもかけ離れていることで小野田は批判された。日々のストレスに耐えかねブラジルに移住し、牧場を経営したそうだ。しかし、少年犯罪が増えた日本の現状を見て、日本の不甲斐なさに耐えかね、小野田自然塾なるものを開設する。健全な日本人を育てたい。という小野田の思いからだった。ずんだもん、俺が教えたサバイバル術覚えてるか？覚えているのに決まってるのだ。忘れるわけがないのだ。よし、うってつけの仕事があるんだ。何をするのだ？今はな、子供相手にキャンプやサバイバル術を教えてるんだ。なるほどなのだ。新しい兵士を小野田が育てるのだな。違う、違う。もうそんな時代は終わったんだ。生きるのに役に立つ、経験や知恵を教えてるんだ。なんだそんなことか、簡単なのだ。わかったのだ。小野田は生前、今の日本は独り立ちしていない人間が多すぎると嘆いていた。経済的な意味ではなく、精神的な意味の話だ。こんな日本では、いつか必ず脆くて潰れる時が来る。そう話していた。現在の日本の現状や政治を見てみると、小野田の言っていたことは、正しいのかもしれない。日本に帰ってきてから、しきりに伝え教えていたことは、開戦の詔書だった。終戦の詔書は読まれているのに、開戦の詔書は、なぜ読まれないのか？という疑問からだった。開戦の詔書のとある一文を小野田は後世に伝えた。兄貴が志ならむや。現代語訳すると、私の本意ではない。開戦の詔書では、戦争は実はしたくない。戦争になってしまったのは本意ではない。そのようなことが書かれていると、小野田は伝えていた。アメリカ側からの教えが正しいと思うな。自分たちで考え、見て、行動しろ。小野田は強く教え話した。小野田は帰ってきてからというもの、様々な場所で講演や指導をしていった。小野田と初めて一緒に風呂に入ったのだ。背中でも流そうか？そういや、そうだな。あれだけ長く一緒にいたのに初めてだな。すっかりジジイになったのだ小野田。誰に物を言ってるんだずんだもん。貴様は昔から何も変わっとらんな。小野田、一つ聞いてもいいか？なんだ？言ってみろ。小野田、日本が戦争で負けたことをずっと前から実は知っていたのではないのか？ずんだもんどうした？貴様にしては珍しい質問をしやがる。どうなのだ？ああ、もちろん知っていたとも。風呂場で怯えた表情でそう答えたという記録が残っている。2014年、小野田博雄は91歳でこの世を去った。日本最後の兵士と呼ばれた小野田博雄、終戦しても29年間も戦い続けた男の物語。彼の生き様はいかがだったでしょうか？様々な意見があるだろう。だが、彼の残った記録や映像を見ると、1ミリも後悔していない表情が伺える。彼から学ぶものが、今の日本だからこそたくさんあるのかもしれません。